23時でバロラントの大会をやります。やったー。はい、ということで、の皆さんこんばんは。23所属バーチャルライバーのエクサルビオでございます。今ね、このいつもに似つかわしくない背景やらオープニング映像やらを見てもらった通り、今回の大会は、ガチ大会と、なっております。こちらでした。はい、 23JXL マッチ。23J ライバーがライルゲームタイトルでガチバトルを行う大会。数日間の練習期間の後に優勝を目指し本気で対決します。本番2024年10月13日の日曜日から10月14日月曜日の16時スタートでございます。スクリームが2024年10月9日から10月12日にかけて行われます。本配信は23時公式 YouTube チャンネルの方で、 MC は椎名優香部長、実況解説はゆえさんに、やっていただきます。ハッシュタグは、2時 EX バロで、ぜひツイートの方よろしくお願いいたします。ポストかな、ポストの方よろしくお願いいたします。まあ、スクリームに関しても、まあ、4日撮っていますので、まあ、各チーム十分できるような日程になってるのかなと、思っております。スクリームの試合数制限は、1日3試合まで各チームと戦っていただいて、1日最大3試合でコーチを含めたカスタムとか視聴者さんを含めたカスタムなどは自由、対戦チームとだけのスクリームが1日。では早速、ではルールなんですけれども、BO2 珍しいよね、大会で。こちら BO2 になっている理由なんですけども、まあ、総当たりでやりたいなと思ってて、今回トーナメントではなく、まあ、まず、使用マップアセント、ヘイブン、ロータスということなんですけれども、まあ、アセントはね、まあ、皆さんまあ知ってると思いますけど、まあすごく、出場する、まあ、マップとなっておいて、ヘイブンもね、かなり知ってる人が多いのかなと思います。最初の最後の3マップ目結構悩んだんですけど、そうね、ロータスになった理由としましては、世界大会もかなりよく出ている。で、他にもね、スプリットとかバインドみたいな、まあ選択肢もあったんですけど、見慣れた戦術がバインドとスプリットは出がちなんですけど、まあ大会で出始めた、まあそもそもロータスってマップが出たのも結構最近寄りのマップなんで、新しい戦術的な部分も出るだろうし、まあみんなのね、プレイもね見てみたいなということで、ロータスをね選択させていただきました。あと、まあもう一つ理由があって、まあこれは一応、まあ、言わなくてもいいことなんだけど、今回の各チームデュエリスト枠が禁止エージェントのところでね、1番と2番手が、デュエ、チェンバー、クローブ禁止ということで、まあ、3、4、5番手の方がねデュエリスト持つんですけれども、そうした時にかなりジェット戦の方が多くなっておりまして、まあ、ジェットだと厳しいのがバインドとかになっちゃうんで、まあ、ロータス。こちらね、ガチ大会、めちゃくちゃガチ大会と言ってはいるんですけれども、まあさすがにちょっと破壊しちゃう。特にデュエ、クローブ、チェンバーの 3枠は、まあかなりリーダー1人で変えれてしまう可能性が高いので、まあチームとしてのプレイを重視した結果、こちらのルールを設けさせていただくことになりました。タイムアウトはありで、毎月前半1回、後半1回、オーバータイムは各チーム1回ずつです。こちらは普通の大会と同じルールですね。そしてコーチは今回ありとさせていただいております。コーチの発表についてなんですが、後日リーダー枠の方から、各チームのね、コーチの方の発表あると思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。そしてコーチとの会話ですが、エージェント選択とタイムアウト中のみ。こちらは、あれですね、バイラウンドのコーチ会話はなしとしております、今回。まあ、ちょっとリーダー枠の負担は大きくなるんですけれども、まあ、その分、各チームの色が出るかなと思っております。はい、プレイ的にも。このチームの戦術はね、やっぱり各チームの方針で決めてほしいのと僕は思うので、大会中。そうね、結構コーチトークはなしというふうになっております。まあでもタイムアウト中はありという感じで、そしてスケジュールの方なんですけども、まあ僕は今回選手として出場させていただきます。あの主催者なんですけどね、
ちょっとなかなか悩んだところだったんですけど、選手として出場するか MC 解説枠として出場するか悩んだんですけれども、今回は、ちょっとガチ大会ということもありまして、選手側で出場をさせていただきます。よろしくお願いいたします。ええ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 え